はい、ご視聴いただきありがとうございます。ゆきまるです。えー、前回は、えー、日本腕時計史前編として、えーまあ、明治大正、第二次世界大戦までという流れをお話ししました。でまあえー、前回の動画見ていない方もいらっしゃるかもしれないので、えーまあ、軽くおさらいですよね。えーまあ、1881年、えー、明治14年に、 えー、成功のもとである服部時計店というものが、えー、東京の銀座に、えー、創業して、えー、腕時計を販売するところからこの物語は始まっていくわけですねで、えーまあえー、最初は掛け時計とか置き時計ですねそういうものから始まって、えーまあえー、懐中時計ですよね、まあ、腕時計の元ととなる懐中時計が、えー、作られていくと いうところですね。で、成功ができて、で、高野というものがチラチラし始めたところで、えー、七寸が出てくるわけですよね。で、七寸と、えー、そのすぐ後にオリエントが出てくるわけですよね。で、まあえー、腕時計の中で成功が地位をどんどん高めていくと。で、そこの、その中で関東大震災によって、 えー、まあ壊滅状態になってしまった成功なんですがそこで踏ん張ることによって不動の地位を得ていくわけですよ、ねでえー、まあ時が流れて戦争が近づいてくる、えー、中で、えーまあ、社名を変更せざるを得なかったシチズンとかオリエントというものが、えー、出てきて、えー、まあ第二次世界大戦に突入していくという流れを 今回は、えー、まあ、そうですね、日本時計史として、まあ、第2弾ですね、まあ、第2次世界大戦から伊勢湾台風までですね、そこら辺を説明していこうかなと思います。で、まあ、第2次世界大戦、えー、1900、えー 1939年ですね。1939年から1945年までの間ですね。第二次世界大戦という、まあ、えー、歴史的にすごく大きな、えー、世界を巻き込んだ戦争が行われるわけですよね。で、その中で、やっぱり日本の時計の、えー、歴史も随分と動いていきますね。で、 まあ1939年に第二次世界大戦が始まって、1942年、昭和17年ですね、成功の、亀戸の第二成功者ですよね、第二成功者の出資によって、長野県の諏訪市に、現在の成功インスツールの元となる大和工業というものが出現します。 大和工業ですね。で、この大和工業というのが、後の諏訪成功と言われているものになっています。で、まあ、この、えー、大,和大和工業というところは、まあ、えー、成功のお手伝いをするような感じになるんですね。成功の第二成功者に出資をしてもらって、えー、会社を立ち上げて、で、まあ、成功の関連会社として、 で、まあ、時計の、えー、成功の時計の部品や製造とか、えー、組み立て工場として出発するわけですね。で、翌年、1943年、昭和18年になりますと、まあえー、戦争中ということで、えーまあ、工場疎開というものが行われるわけですよ。え、まあ、亀戸の大第二成功者ですよね、が、まあ、諏訪市に、えー、時計の工場を開設するわけですよ。 えーでまあ、その時に疎開先として、えーまあ、諏訪の他にも桐生とか富山とか仙台がありましたよね。で、えー、1945年ですね、まあ、第二次世界大戦が、まあ、日本の敗北という形で終了するわけですよね。で、えーまあえー、その1945年に えー、敗北した時点で、えー、成功ですよね第二成功者というのは、まあ、各地に、えー、工場疎開していたものを、まあ、元の亀戸の方にどんどん、えー、戻していくわけですよね撤退していくわけですよで、まあ、そんな中で、えー、この、えー、諏訪ですよね諏訪工場だけは、えーまあ、諏訪の、えー、発展発展のために、えー、どうしても残してほしいと。 いうことで、まあえー、大和工業の、えー、山,崎と山崎久夫という社長の強い要望があったりとかして諏訪に残ることになるわけですよでそれを諏訪工場ですよねそれが現在の、えー、エプソンに変わってくるわけですよねで、えーまあえー、1946年ですねオリエントの前身となる、えーまあ、東洋時計でまあ 労働葬儀というものが勃発するわけですよね。まあ、要は労働条件を改善しろということで、えー、労働者の方で、まあ、まあ、暴動みたいなもんですよね。まあ、戦、を占拠したりとかして、で、会社側と戦ったりとかするわけですよ。で、そんな中で、えー、まあ、えー、1名が死亡と、で、100名以上が負傷するという事件が起こるわけですよね。で、これがきっかけで、オリエントの元となる、えー、東洋時計というのは、えー、まあ、 えー、事業を休止せざるを得ない状況になっていくわけですよ。そうななんでですすよよ東洋時計は休止状態になっていくわけですよねせっかく腕時計を作ってきたんですが、まあ、そういう時代背景もありまあ創業を休止せざるを得ないということですね。なんでオリエントの前身となる東洋時計というのがここでこの時計業界からは姿を消すことになります。 で、えー、まあ、あ、えー、諏訪と亀井戸、わ、えー、かりやすく、じゃあ、わかりやすくなるように、今度はこっちですね。これ亀井戸成功ですね。亀井戸成功。こっちは諏訪成功ですね。七寸ですね。<laughs> で、えー、まあ、えー、1945年ですね。まあ、成功と同じように、えー、まあ、長野の方に、えー、工場疎開というものをしていた七寸なんですが、 まあ、東京に戻るようになりますね。地図ですね。まあ、戦争が終わって、元あっ,ったところに戻っていくという流れができてきますね。で、まあ、えー、1947年ですね。まあ、戦争が終わって、まあ、勢いを取り戻した成功なんですよね。まあ、あの、小売部門が、まあ、独立して、で、まあ、現在の、えー、銀座4丁目にある、えー、和光ビル、 ですよね、時計台がついた三越の前の箱ビルですねあれを建設しますよねで、えー、1948年まあ戦争によって、まあ、大日本時計株式会社となっていたシチズンは、えー、まあ戻ったことによって時計を元のシチズン時計シチズン時計株式会社に名前を戻しますねで、えーまあ、1950年ですね 1950年、えー、どっかに行ってしまっていたオリエンとか、突然戻ってくるわけですよ。だからそれが、まあ、玉ーキ株式会社として、えー、東洋時計の元の東洋時計ですね、東洋時計の日野工場を借りて、えー、まあ、腕時計の製造をまた再開するわけですよね。こんな感じですね。で、えー、まあ、1951年ですね、昭和26年になると、まあ、 えー、玉ケーキから、トオリエント時計株式会社に、まあ、現在、現在ではないですけど、まあ、現在の、ちょっと前までの名前ですよね。え、に変更します。で、その年に、まあ、オリエントの、えー、まあ、今でも人気ある、えー、ブランドですよね。オリエントスターというものも、えー、もう、しょっぱなら、えー、発売を始ます、始めますよね。で、えー、まあ、その時、えー、まあ、高野ですよね。高野は、まあ、 戦前から、まあ、あの、日本軍向けの砲弾の新刊ですよね。まあ、要は、あの、その、そこに当たると、ええー、火花が散って爆弾が爆発するというその新刊ですよね。新刊を作るような会社だったわけですよ。で、まあ、戦争が終わると、この高野というところは、経営不死になっていくわけですよね。あの、まあ、当然戦争終わったら新、爆弾なんて売れないですからね。えー、なんで、すごい経営不死になっていくわけですよ。 何、えー、ですか、1950、えー、1951年ですね。まあ、その時に、また朝鮮戦争というものが始まるわけですよね。で、朝鮮戦争が始まることによって、アメリカ向けに砲弾を、砲弾の新幹を作ることによって、まあえー、まあ、経済的に豊かになっていくわけですよね。まあ、復活していくわけですよ。で、1952年ですよね。 まあ、えー、ここでまた、えー、オリエントに動きが出てくるわけですよね。で、まあ、その、借りていた、えー、東洋時計ですよね。東洋時計の日野工場が、えー、まあ、えー、購買にかけられるわけですよ、えー。要は、その、まあ、売りますよみたいな感じですよね。公式に売りますよみたいな感じで、購買にかけられるわけですよね。で、それを、まあ、オリエントが、えー、まあ、落札して、自社工場に、えー、するわけですよね。 いよいよ自社工場での時計生産という感じに変わってきますよね。で、まあ、1955年ですよね。で、昭和30年になると、まあ、あれですよね。成、え、功、ー、なんかは、まあ、国産初の自動巻きモデルですよね。成功オートマチックっていうのを発売しますね。まあ、ここで初めて自動巻きというものが出てくるわけですね。で、まあ、1956年ですよね。で、昭和31年ですね。 まあここら辺は、まあ本当、腕時計業界にとってちょっと激動の都市となっていくるわけですよ。えー、まあ、成功なんかだと、まあ、そうですね、初のマニファクチュールですね、まあ、独自設計の、まあ、開発される、独自設計のえームーブメントを開発して、で、まあ、新型マーベルというものを発表するわけですよ。えー、まあ、そうですね、それはどっちかという亀戸成功ではなく、諏訪成功の え、山崎率いる諏訪成功ですね。え、諏訪の田舎門と言われた山崎率いる諏訪成功からそのマーベルというものが作られるわけですよ。で、それに対抗して七鈴ですよね。七鈴っていうのは、日本で初となる耐震,耐震装置ですよね。パラショックというものを発表するわけですよ。 ここで初めて国産初という言葉がシチズンにつくわけですよね。今までもずっと成功が国,国産初、世界初っていうのを独り占めしてきた中で、初めてシチズンが国産初となる耐震装置パラショックっていうものを発表しますね。で、それに対しては、やっぱり時の記念日ですよね。時の記念日なんかで、えー、まあ地上30メートルから、まあ、まあ、パラショックを投下して、 で、まあ、10個ぐらい投げて全部動いてたっていう逸話も残ってますよね。で、その頃、まあ、高野ですよね。高野は、まあ、えー、砲弾を、えー、作って、作っていたわけですよ。作っていたんですが、えー、まあ、腕時計の生産を企画し始めるわけですよね。いよいよ腕時計作るぞっていう状態になってくるわけですよね。で、えー、まあ、 オリエント、オリエントは何してたかっていうと、まあ、本社を千代田区に移転とか、まあ、そ,そんなにあまり関係ない話ですけどね、本社を千代田区に移転したりとかしてますよね。で、1957年、昭和32年になりますよね、えー。まあ、高野ですよね。高野はまあ、腕時計の生産を具体化してくるわけですよ。えー、どういうふうに具体化してくるかというと、 えー、まあ、他のシーズン成功なんかは、まあ自分たちで作ろうというところから始まってるわけですよね。この高野っていうのはちょっともうちょっと賢くやり、やり方を考えるわけですよ。そうなんですよ。あの西ドイツの、あれですね、えー、まあ有名なラコですよね。ラコのムーブメントのみを輸入して、で、ケースに組み込むという手法を取るわけですよ。 それで、まあ、そうですね。まあ、ラコについては、まあ、前の動画で、えー、<laughs> まあ、ご説明してるんで、どんな会社かっていうのは、その前の動画チェックしていただけると、わかると思うんですが、まあ、そうですね。まあ、9月、そうですね。32年の9月にはもう、ラコのムーブを採用して、タカの200というシリーズを発売してますよね。もう、あっという間に発売までいっちゃうわけですよ。で、まあ、その同年ですよね。10月には今度もアメリカの、 まあ、有名ですよね。アメリカの高級時計として知られていたハミルトンですよね。ハミルトンが、えー、まあ、技術、ハミルトンと技術提供をするわけですよ。技術提供を受けるわけですよね。で、ハミルトンの設計とか技術を受けて、まあ、国内大手の、まあ、オリエントはちょっと置いといて、まあ、成功シチズンですよね。成功シチズンを急激に追撃し始めるわけですよ。で、まあ、まあ、 ハミルトンですね。ハミルトンはもともとアメリカなんですよね。現在だともうスイスで、えー、まあ、スウォッチグループのイメージがあると思うんですが、創業当時はもうアメリカの会社ですからね。で、まあ、高のから急激に追撃を始めるわけですよ。で、まあ、1958年ですね。翌年、昭和33年ですよね。まあ、シチズンも成功に3年遅れて、まあ、シチズン初となる自動膜モデルですよね。シチズンオートを発売するわけですよ。 もう本当に追いつけ追い越せですよね。で、まあ本当この頃の成功シチズン、まあ高野オリエントなんかはもう本当に追いつけ追い越せで切磋琢磨していくわけですよ。で、1959年ですよね。昭和34年ですよね。成功はまあ負けずとも国産初となる、あ成功に負けずと、まあシチズンはまた快挙をする、快挙を成し遂げるわけですよ。 もう、国産初となる、えー、まあ、あれですよね。防水機能がついたパラウォーターというものを完成させます、えー。今まで弱かった部分ですよね。時計が弱かった部分、衝撃であったりとか、水であったりとか、えー、そういうものに強いような機能を次々と、えー、まあ、国産初で開発していくわけですよね。で、まあ、一方成功なんですよね。まあ、成功、不動の位置であった成功なんかでは、 まあ、えー、亀戸にある第二成功者から諏訪工場が独立するんですよね。そうなんですよ。亀戸が、あまあ、本家亀戸ですよね。本家亀戸から諏訪の工場が、えー、まあ、独立するわけですよね。ここで諏訪成功者、有限会社諏訪成功者となるわけですよ。なんで、まあ、同じ系列の会社なんですが、まあ、経営自体は別物になっていくわけですよね。 で、えー、後にこれが、えー、エプソンに変わっていくわけですね。こっちがスワ成功ですね。亀移動成功ですね。で、えー、まあ、えー、スワ成功者になっ、有限会社スワ成功者になるんですが、もうその年ですよね。もう株式会社に組織変更していきますよね。で、まあ、 その、分裂したからって言って、全く別のことをやるかって言ったらそうではなくて、まあ、東京の亀井戸にある本社と同じ成功の時計を作る成,成功者として競い合っていくことになるわけですよね。だから同じ成功で同じ時計でも、諏訪成功と亀戸成功っていうのが出現してくるわけですよ。で、まあ、1959年ですね、ここでまた一つ大事件が起こるわけですよ。まあ、伊勢湾台風が、 東海地方を直撃するわけですよね。そうすると、まあ飛ぶ,飛ぶ鳥を落とす勢いで、まあ西湖つ図を追撃していた高野ですよね。高野は、長野あー、名古屋の高野本社ですよね。あと、生産拠点であった笠寺工場というのは、共に甚大な被害を受けて危機になっていくわけなんですよ。 まあ、それでも、えー、まあ、9月に台風があって10月ですよね。10月には、えー、まあ、世界一薄型の手巻き時計ですよね。高野社島をリリースするわけなんですよね。えー、でも、この後に、高野にとんでもない、えー、不幸が訪れるのですが、今回は中編ということで、 まあ、ここら辺で一度お話を切らせていただきます。まあ、今日は前回のおさらいですよね。明治から第二次世界大戦までっていうおさらいをした後で、まあ、第二次世界大戦から伊勢湾台風までというお話になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。